はい、おはようございます。ドンチャンネルです。6月2日の朝ですね。まあちょっとね、梅雨に入ってね、ちょっと気候がなんかムシムシしてね、気持ち悪いんだけど、ちょっと気がついたことがあるんでね、話したいんですね。昨今ね、自分のチャンネル上でちょっとなんか面白いやりとりがあったんだけど、まあこの前もね、憶測で物を言うなっていう話があって、それに対して、自分のね、考えを動画にしてアップしたんですよ。で、その後さらに気がついたことがあるんで、まあちょっとこういうことを言いたいんやけど、憶測で物を言うな、実は憶測で悪口を言うなっていうことでしたっていうことなんですね。で、まあ、事の始まりは、岡山国際サーキットで一般ライダーの壮行会で死亡事故が発生しましたっていう報道があったので、まあ、自分の考えを動画にしてアップしたんですよ。まあ、スポーツ走行するんだったら、やっぱり一般道はまずいよと、安全なサーキットでしましょうよっていう文脈があるじゃないですか。で、安全なはずの、まあ、一般道を走るよりも、安全なはずのサーキットでも、やっぱり死亡事故が起こっちゃうんですね、っていう動画だったんだけど、その動画のコメント欄で、憶測で物を言うな。俺は実際にリアルで感染していたんだぞっていうコメントがついたんですね。で、まあ自分としてはさ、報道の中でしかものは言えないんで、こういうことなんですかねみたいな喋りの中で、まあ事実と違った部分があったらしいんですよ。で、まあ、お前の認識は違うぞっていうことをこの人は言ってきたんだけど、まあ、そのニュースの捉え方は違っていたにせよさ、一般ライダーの壮行会で死亡事故が起こったっていう事実には変わりはないんですよね。それで別の人が、ああ、やっぱりバイクはレース走行も禁止にすべきではっていう、まあちょっと偏見っぽいコメントを入れてきたんですよ。それに対して、その A さんはね、それは偏った意見です。実際は後続車が前をよく見ていなかったことが原因っぽいですみたいなことをね、逆に、後続車がちゃんと前を見ていたらこんな事故は起こらなかったでしょうにみたいなコメントを入れてきたんですよ。え？この人さ、人には憶測で物を言うなって言うくせに、自分も憶測で物を言ってるじゃんって思ったんですよ。だって、後続車がちゃんと前を見ていたか見ていなかったはさ、見ていなかったかはさ、後続車じゃないとわかんないでしょ？ましてはレース中の話でさ。ああ、ということは、このコメント、偏見で物を言うなっていうコメントを入れてきたこの A さんはさ、自分が好きなレース、サーキット走行レースについて文句を言われたのが気に入らなかったから偏見で物を言うなっていうワードを使ったに過ぎないんですよね。自分自身も憶測で物を現実に言ってるからですね。でね、今度また別の C さんっていう人もね、もっとレースのことを勉強しろっていうコメントを入れてきたんですよ。いや、僕がね、まあレースのなんか細かいルールあるじゃん。なんとかとかいう旗を振ったらどうこうしなきゃいけないとかさ。そんなことをさ、僕が勉強してもしなくても、サーキットでスポーツ走行中に死亡事故が起こったっていうこと、事実は変わらないわけですよ。で、まあその C さんってどんな人なんかなと思って、C さんのチャンネルの中を見たらさ、
自身があのレース走行している動画を何本も上げてる、レース実際サーキットでスポーツ走行している人だったんですよ。ああそれで自分合点がいきました。ああやっぱりねって、サーキットでレース走行をしていることに関してなんかネガティブな印象を世間に広められると困るから、もっとレースのことを勉強しろって、レースを勉強して俺たちの立場に立ったらそんなことは言えないだろうっていうことを暗に言いたかった人なんですね。まあ A さんにしてもさ、 B さんにしてもさ、サーキットでスポーツ走行中に死亡事故が起きたという事実自体が耐えられなくって、それをまあ素人の人になんかかんか言われるのがうざいと。だから、うん、憶測で物を言うなとか、もっと勉強しろとか、そういうワードを使って言論封殺をしてきたにしか、言論封殺を してきたにしか過ぎないわけですよ。自分としては、そういうことが起こらないように、ああしたらいいとか、なんかこういう風な施策が考えられますみたいな、もっと建設的なやり取りがコメント欄でされたらいいなっていう、そういうことを期待していたのに、なんかもう死亡事故が起こった事実から目を背けたい人たちが、まあ憶測で物を言うなとか、お前もっと勉強しろとか文句を言ってきたにしか過ぎなかったんだなと思って、ちょっとレベル低いよなーって、いうふうにちょっと残念な結論に達しちゃったなーみたいなことを思った動画です。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。